京都祇園は今日が仕事始めです。舞妓さん芸妓さんが一年の精進を誓う始業式が行われました。おめでとうさんどすどうぞあがりませずわたの申します。京都の5つある花街のうちの1つ祇園甲部では黒紋付きに稲穂のかんざしを刺した舞妓さんや芸妓さんらが清掃で集まりました。始業式では芸舞妓の心構えを説いた誓いを全員で読み上げ、去年芸事で優秀な成績を上げた芸妓さんらが表彰されました。続いて京舞の家元井上八千代さんが大和文を披露し新年を祝うと、場内は新春の華やいだ雰囲気に包まれました。